僕は前衛として、あの二人を迎え撃ちます。その間に、ピッコロさんは木の集中を。魔漢交差砲。それほど多くの仲間と同化したのなら、今のあの人たちの生命力は並大抵のものではないはず。なら、殺してしまうかもという迷いは不要ということです。 油断のために、気が集中しきる前にピッコロさんに撃たせてしまいました。どうかもう一度お願いします。そして必ず勝ちましょう。僕たち二人で。すまん、お前の作ったチャンスで仕留められなかった。気にするな。それよりもあの選手の力、侮っていた。 謝るのはこっちの方だ、ゴーハン。惚れとしたことが奴らの気迫にすっかり飲まれてしまっていた。戦士になれとお前に争うに言っておきながら、なんてざまだ。そうさ、相手が何者だろうと何人だろうと、俺とお前で全力で戦うまで。はあ！